皆さん、こんにちは。先日結婚を発表したロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手、結婚発表もさることながら、ここまで一切の熱愛がスクープされなかったことで世間を驚愕させることとなりました。とても幸せいっぱいな結婚をなされた様子に、大谷選手の母親の存在に注目が集まっています。誰からも好かれる人柄の大谷選手を育てたお母さんは一体どんな方なのでしょうか。今回は大谷選手はどのような教育を受けていたのかご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。 SNS で結婚発表後、記者会見で取材に応じた大谷選手、結婚はいつ、そして妻についてという質問には、至って普通の人というか普通の日本人の人です、知り合ってどれくらいかという質問に対しては、正確な日付はちょっとわからないですけど、初めて会ったのは3年4年くらいですかね、3年ちょっとかな、初めて会ったのがそのぐらいなので、実際に交際したのはもっともっと後なので、シーズン中は特に来ていなかったですし、基本的には今まで通りというか、渡米してから今まで一人でいたので、そこは特に去年も変わらなかったかなと。と、WBC で話題となるもっと前から、結婚相手とは出会っていたことを語りました。また29日に発表したことに関しては、そうですね、シーズン中よりまず入る前がいい、うるう年で縁起がいい、29日というのももちろんそうですし、他の全部トータルで見たときに、もちろんシーズン入る前がベストじゃないかなというところがあったのと、時期に関しては書類がいろいろあったので整理しないといけないのもあったので、もうちょっと早めにしたかったのはあったんですけど、そういう関係で少し伸びて今日になったという感じですかね。と、あくまで自身が野球に打ち込むために開幕する前に発表したことを語りました。しかし、一体なぜ大谷翔平選手の極秘交際がこれまで明るみに出なかったのか。まず要因として、大谷さんは自身のファミリーと捉える間柄の人や家族への散策を徹底的に嫌い、時には戦う姿勢を見せています。今回の取材でも、一番は皆さんがうるさいので笑い、しなかったらしなかったでうるさいですし、今日はまずはここでして、あとは野球に集中したいなというのが一番です、とマスコミ各社に釘を刺す場面もありました。極秘結婚を果たせた背景として、大谷選手自身の人望や影響力の高さがあって、周りも簡単に言えなかったこともあると思います。彼を窮地に立たせるわけにはいかないという気持ちが芽生える選手も多いと思います。同時に影響力も凄まじい選手で、もしうっかり秘密をばらしてマスコミに嗅ぎつけられでもすれば、下手すれば世界中が敵に回る可能性があるほど高い影響力を誇っています。本人にはその気は一切ないんでしょうが、何か大谷選手に野球以外で被害が及べば、周りが騒ぎを起こし始めるのは目に見えますし、もし情報漏洩なんてしたとなれば、匿名でも犯人特定まで余裕でわかるでしょう。この影響力の多さ、人望の厚さがいい意味で抑止力となって、周りも口を閉ざしていた可能性があると思います。また、昨年オフに大谷選手が緊急で一時帰国したことも報じられていましたが、おそらく奥さんの両親への結婚挨拶のための帰国なのではないかと言われています。では大谷選手の人柄はどのようにして育まれたのでしょうか。大谷選手のお母さんは、大谷選手が小学校に上がるのと同時に焼肉のチェーン店のパートに出て家計を支えていたそうで、その仕事は大谷選手がプロ入りしてからも続けていたそうです。週に4日から6日午前中に入って4時間働く時もあれば8時間の日もあるそうで、しっかり勤務されているのです。大谷選手のプロ入り後、お母さんは大谷選手の収入の管理を担っていました。息子から目が飛び出るほどの大金を預かりながらも、お母さんはパート勤めを続けており、その生活は今も変わっていません。ある時、大谷選手がお母さんに、いつまで働くの?と聞いたことがあったそうです。するとお母さんは、あなたに、おんぶに抱っこというわけにはいかないでしょ?と、笑って返したのだとか、大谷選手のお兄さんやお姉さんも働いているので、と、子供に甘えるつもりはないということでしょう。お父さんも、息子が活躍するようになったからといって、子供に飯を食わせてくれとは言いづらいよ、と冗談めかして話していたことがあります。息子は息子、自分たちは自分たちなりにやっていけているんだから、
それで十分ということなんでしょう。大谷さんがエンゼルス入りした2018年にはお店を辞めたそうですが、大谷さんが帰国するオフシーズン中は岩手からお母さんが一人で上京し、食事や身の回りの世話をするなどサポートされていたようです。大谷選手はご存知の通りかなりの大金を稼いでいます。トップアスリートを持つ家族の中には大金に振り回され、結果的に生活のバランスを崩してしまうケースもあります。しかし大谷家にその心配は無用です。そればかりか家族の大谷マネーとの向き合い方が大谷選手の泰然自若の人間性を育んだようです。大谷選手がまだ日本でプレーしていた時期に実家の建て替えを両親に提案したことがあったんです。大谷選手としては親孝行をしたかったのでしょう。ところがおじいさんに、両親も元気で家もまだ古いわけでもないんだから、そんな風にお金を使うもんじゃない、ちゃんと貯めておきなさいとたしなめられたそうです。その教えは今でも大谷選手の心に残っているそうです。お金との付き合い方は両親も大谷選手に示してきました。大谷家は昨年、家の印象が変わるほどに外壁を直すなど大々的なリフォーム工事を行いました。ですが両親は大谷選手のリフォーム代を出したいという申し出を誇示したといいます。大谷選手のお金にはご家族は現在も手出しゼロのままだそうです。大谷選手はファッションにも無頓着ですし、身につけているブランド品もスポンサー契約を結んでいるブランドからの支給品で賄っているようなのです。メジャートップの収入を得ても大金に溺れることがないのはお母さんが自ら示してきたマネー教育があってこそだと思います。その教育がインタビューなどで見せるあの落ち着きにもつながっているように感じます。ご家族のメディア取材が一切 NG なのは周知の事実ですが、この理由は自分たち家族のことで大谷選手本人を煩わせたくない、野球に集中してほしいというご家族からの配慮なのだと思います。自分のことは自分で話すから私たちが言うことは何もない、家族として応援し励ますことに徹すると心に決めているのでしょう。またお母さんは取材にはただ拒否するだけでないそうです。路上から声をかけた記者に対してジェスチャー交じりで取材は全てお断りしていますと伝えながらも、記事になりそうなことは何も話さず、遠いところご苦労様ですと記者を気遣っていたそうです。また日本ハム時代のチームドクター土屋正光さんは大谷さんのお母さんについて、ずっとニコニコしていて控えめでとっても感じのいいお母さんでしたと語っています。お母さんは日本でお世話になった主治医にも忘れずにお礼の年賀状を送るなど周りへの気遣いが素晴らしいそうです。大谷さんがいつも笑顔で感じが良いのはお母さんから受け継いだものかもしれません。その礼儀正しさは大谷選手にも影響を与え、アメリカでも称賛されており、敵チームの打者が投げたバットを拾ってグリップをバットボーイに向けて渡す、外野を守った際は観客がグラウンドに落としたサングラスを拾いに走って投げ返す、至急で一塁へ歩く途中落ちていたゴミを拾ってポケットに回収など、全ての子供の素晴らしいお手本とファンを感心させていました。ゴミを拾うのも運を拾っていると高校生の頃から続けているのだそうです。またアスリートとして活躍するも心配で仕方がないという大谷家、しかしお母さんは見ていられないと外出するようで心配しながらも適度な距離感が保たれています。スポーツ一家で育った大谷選手はお兄さんの影響で野球に出会いました。恵まれた体格と運動神経で実力をつけた大谷選手は学生時代から剛速球でその名を世間に轟かせていました。しかしストレートは速かったもののコントロールが悪いという弱点に悩まされた時期もあったそうです。そんな息子に対し佳代子さんは、この弱点を踏まえて次の目標や改善点を具体的にどうするべきか考えなさいとアドバイスしたそうで、具体的な問題点を冷静に見つめさせることで自身の弱点を克服し、大谷選手は技術力を進化させることに成功しました。大谷選手は小さい頃はトマトが嫌いなど偏食もあり食が細かったそうです。ですがお母さんは給食で栄養士さんがバランスを考えてくれているので大丈夫と叱ったりせず楽しい雰囲気を心がけていたそうです。
お父さんが帰ってきてから家族みんなで食事をし、休日はホットプレートで楽しく食事をするなど、自然と楽しく食事が進む工夫をされたそうです。冷静さとおごりのない素直なコメントは、お母さんの教育の賜物と言っていいでしょう。私たちには子育てのモットーなんてなかったし、家訓もありませんでした。翔平は3人兄弟の末っ子なので、子育て経験をある程度得て、心にも時間にも余裕があったのが良かったのかもしれません。そして岩手という環境にも育てられました、と話していたお母さん。余裕を持ってお子様へ正面から向き合うことが最も大切なのでしょう。やはり母とこの距離感が一番大きいのかなと感じます。好きなことやらせてあげる、それを否定せず支える、自主性を重んじてはいます。末っ子気質を持つ大谷選手ですが、一般的に末っ子は自由で活発なイメージ。ただ裏を返せば、慎重さや我慢強さを備えてしまうのも末っ子の特質と言えるかもしれません。自由さに偏りすぎれば、物事の考え方が大きく偏る場合があり、自由奔放に振る舞えばそれが個性となるのかもしれませんが、見方によれば自己中心的でいびつな思考や行動に見えてしまうこともあります。一方で我慢だけの思考に陥ってしまっても、その人の感情が見えにくく、どこか閉鎖的な人間に捉えられてしまう場合があります。自分の意思で決断し、自由な発想で行動する力、一方で周囲の行動を冷静に判断する力や、我慢という要素をプラスに転化した時に生まれる強さを秘めた耐える力、この全てを大谷選手は持ち合わせており、そこにお母さんら家族の支えがプラスされているのでしょう。大谷選手が小さい頃からの積み重ねが結果的に今につながっていると言えますね。ただこの結婚、すごいのが大谷選手だけでなく、奥さんの方もすごいと言われており、有名人が一般人と交際するときってどうしても匂わせとかあるんですけど、そういうのが一切なかったんですよね。大谷選手が選ぶくらいなので、かなりしたたかでしっかりした女性なのではないでしょうか。大谷選手のお相手だと言われている元バスケットボール選手の田中真美子さんは、どことなく雰囲気が大谷選手のお母さんに似ているようにも思えます。そんなしっかりした女性に好かれる人柄を育てたのは、紛れもなく大谷選手の温かい家族です。例に出して申し訳ないのですが、泥沼離婚をすることとなったスケートの羽生結弦選手は、いわゆる毒親の下で育っているため、やはり円満な結婚に家族の存在は重要だと言えるでしょう。結婚してますます活躍が期待される大谷選手、これからは2人と1匹で支え合って歩んでいってほしいですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。それではまた。